山本勝美は、福岡県博多区出身の元レーシングドライバーである。西南学院高等学校卒業、西南学院大学経済学部国際経済、専攻中退。カートでレースを始め、1992年に FJ1600 に参戦。またこの年には、テレビ番組、天才、たけしの元気が出るテレビ、の企画、目指せ、ポールポジションに参加。 その中には、土屋武氏もいた。1993年に、全日本 F3 選手権に参戦。1994年には、チーム WTS より、ドイツ F3 選手権ビリクラスに参戦。1995年より全日本 F3 前、選手権に参戦。第5戦の菅尾でニー表彰台を獲得。なお、このレースは1位が、高木虎之助。 2位が山本、3位が中野真嗣と、当時20代前半の3人がレースを盛り上げ、星野和義や鈴木敏夫など、ベテラン中心であった国内レース界において、新時代の到来を予感させた。同年のパシフィック GP と日本 GP に、新進チームのパシフィックより参戦することとなったが、海外のトップフォーミュラにおける実績がなかったことから、 経験不足等を理由にスーパーライセンスが発給されず参戦を断念した。なお、パシフィック GP の前にイギリスのシルバーストームサーキットでテスト走行をした際、パシフィックチームのマネージャーであるマーク・ギャラファーは思っていたよりずっと優秀なドライバーだった。ラバチやモンテルミーにより、はるかに早かったし、我々の指示を的確に守っていたと語り、 山本のドライビングを高く評価していた。1996年は全日本 F3000 を引き継いだフォーミュラ日本にドームより参戦。1997年にはフォーミュラ日本と全日本 GT 選手権の GT500 にドームよりフル参戦。1998年は全日本 GT 選手権に参戦。するも5000に出走して脇坂都市一と交代。 最終戦の素顔に GT300 でレーシングプロジェクトバンドをよりスポット参戦するに止まり、このレースを最後にレース活動を休止。現在は故郷に戻り家業についている。ありがとうございます。